バルティパートの方をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではどうぞ、MC の中澤さん、どうぞお入りくださいませ。はじめまして、これもう放送もされてるんですか？あ、放送されてるんですね。あ、はじめまして、私、こういう格好してるんですけれど、本業作家をやっております、作家の中澤武史と申します。こう番組のためにこういう奇抜な格好をしてるわけじゃなくてですね、これが普段着でして、今日もこれでゆりかもめ乗ってやってきました。と一応アイドル的な仕事としては、作家としては脚本で元渡り廊下走り隊の、中川遥さんが出演してるドラマの脚本とか、そういうアイドルが関わる仕事も、やらせていただいておりますので、そのご縁がありまして、本日あんまり MC とか自分するキャラじゃないんですけれど、MC 任命されまして、中澤武史のアイドルプロデュースという番組をこれから30分間ほど、やらせていただきたいと思います。では早速ですが、アイドルの方、一人ずつお呼びしたいと思います。まず、キュルリンアイドル、リナンナンさん。あ、どこですか皆さん。はキュルリン、ありがとうございます。浸透してますね。あ、そうなんですか。売れキュルリン、売れキュルリン、地球、地球と魔界の狭間にあるキュルドール村出身のキュルリンアイドルのリナンなんだよ。キュルリン、コメントとか来てますかね。まあ今もはい、大体あれですね、はい、うまく対応できる方とちょっとどうすればいいのかわからない方で半々ぐらいって感じです ね。なんか初見の方は、大体ドンビキュルリンされるんですよ。ドンビキュルリン、はい、みんなそれね、はい、かなキュルリンですよね、リナンナンとしたら。リナンナン語っていうのは、語尾にキュルリンをつければいいキュルリン。いやいやいや、そんなね、はい、雑な使い方したらもうリナンナン、おこりナンナン。あ、おこりナンナンもあるんですね。ねえ、ねえは普通なんですね。なるほど、ね、こんな感じで、はい、はい、じゃあ、2人目、短いな。1人ずつ、荻野あさみさん、よろしくお願いいたします。お願いします。荻野さんです。よろしくお願いします。荻野さんはキュルリンとか言わないんですか？あ、ちょっとそういう痛いことは私したくないので、割と自然体に食べられるからね。僕、荻野さんでも、はい、結構最初知り合った時から何年か経つんですけれど、喋、はいね、りがとても立つ方だっていう記憶があるんで、僕あんまりね、MC とか慣れてないんで、はい、僕の心の中では勝手に裏 MC だと期待してるんで、はい、ちょっと本日はよろしくお願いいたします。一生懸命やらせていただきます。よろしくお願いします。続いて中村コニーさん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、中村コニーです。コニーさんもキュルリンは言わない？私はいちごの国のアイドルです。はい、ちょっと近いんですか？いちごの国とキュルドール村は隣の星ぐらいで、リナナは地球と魔界の狭間にある異空間のキュルドール村なんですけど、いちごの国ってのは、いちごの国です。はい、はい、親戚みたいですよ。まあ、そうですね、いちご村の中村、はい、もうめんどくさいからこのくだりやめましょう。はいはい、このくだりは多分終着点がないんでね。早速裏 MC の力が発揮されておりますが、ありがとうございます。じゃあ4人目、14代目トイレの花子さん。お、カメラここだぞ。うんうんうん、満足したかな。あ、大丈夫か、大丈夫、自己紹介 OK OK。 14代目トイレの花子さんだそうです。114歳だそうです。キュルドール村から来ました。近いですか？地獄生まれのトイレ育ちだそうですね。そういう感じで今日はずっとこのノリですか？このノリで今日はずっと頑張ってくれるそうなんで。中澤さん、はい、あのね、はい、これはノリじゃないんですよ。はい、ノリじゃない、はい、花子さんは常にこうなんです。ああ。そう、だって僕もそうなんですけど、この格好で電車乗ってきましたからね、この子もこの子でね、やばいやばい2人がね、職質の常連2人が今真ん中に揃ってるんですけれど、この4人が、レギュラーアイドルということで、本日はもうこの番組を盛り上げるために、早速
ゲストの方に来ていただいております。早いね、早いですか。お呼びしたいと思います。水木のあさん、よろしくお願いいたします。はい、ここにいらっしゃる皆さんよりがっつり年上の水木のあです。今日はよろしくお願いします。大丈夫です、114歳もいるんで。114歳がいたね、全然大丈夫だね。若手です。若手ですよ、はい、私も。ああ、よかったな、嬉しいな。水木さん、ちょっと軽く自己紹介のことを、はい、ですね、タートルカンパニーに所属しておりまして、基本は歌手です。で、役者もやってはいるんですが、今日ね、中澤さんと2人でいろいろお話しする際にあたり、UFO とか宇宙人の話も、しちゃうんですが、はい、なぜかというと研究家でありまして、福島県の生まれでね、で、福島県の飯野町の UFO 大使っていう仕事をしてます。なので、そういったこともあって UFO の話なんかもしたり、UFO 大使っていうのはちなみに多分皆さん誰もご存じないと思うんですけど、はい、ですよね、いきなりそんなこと言っても。具体的にはどういったことをされるんですか。福島県に UFO の目撃情報が多いということを全国に広める仕事です。福島って UFO の目撃が多いんですか。そうなんですよ。福島から来られた方っておられますかね。いらっしゃるかな、福島生まれの人。コメントでもね、ぜひ福島の方も見られていたら、ね、いたらぜひコメントしていただきたい。あの歌はね、歌います、はい、今日1曲歌わせていただきます。お願いいたします。はい、まあ、ちょっとそういう歌とかお得意だと聞いたので、はい、ぜひこのアイドルの子たちにいろいろ教えてもらえたらなっていう。教えるってことでもないですけど、はい、私も教えていただきたい。水木さんね、はい、デビューの経緯がオーディション番組だったんですけど。そうです、あのね、飛び出せアイドルっていうね、はい、番組が昔ありましてね。飛び出せアイドル、飛び出せアイドル、ちょっと昔の番組のタイトルですね、はい、で、はい、数年前に亡くなりました小野靖さんというね、はい、皆さんは知らないと思うんだけど、うん、今もう亡くなっちゃったです。で、はい、小野靖さんと今も活躍中の、はい、松本明子さん、はい、知ってる？わかります、わかります、うん、皆さんはどうかな、皆さんわかんないかな、世代間ギャップが、うん、はい、でその2人が司会をしている飛び出せアイドルっていう、番組があって、はい、それが地区大会があって、はい、でそこで優勝した人が全国大会に行って、で、まあ、最後デビューする。で、ところの東北大会に、はい、出まして、でそこで準優勝して。準優勝なんですね、はい、まあね、東北ですよ、はい、東北の中、いえいえ、でそれでね、沖縄旅行をいただいたり、はい、なんかいろいろレッスン受けたり、はい、なんかしたっていうのが一番最初のきっかけです。でそれから結局飛び出せアイドルの番組に出たのに、アイドルとしては飛び出さず。それはなぜなんですかね。あのね、はい、洋楽に走っちゃったの。もうハードロックの方行っちゃったの。なるほど。それでしばらくあのロックやってたもんですから、はい、アイドルになり損ねました。あ、はい、なので、なるほどね、はい、皆さんの年の時に一生懸命やっていたら、はい、よかったなって思ったりもするんですけど、人生いろいろですよ ね、まあ、ね。最近はでもアイドルとか聞くとハードロックとかね、やっててもね、今はアイドルの幅も広まっていろんなことやりますよね、うん、ジャンルが今アイドルの中でもいろいろになってきてるので、はい、まあ、もしかしたらやりやすいんじゃないかなと思うんですけど、この4人の中でもハードロック好きな子とか確かいないだよね。まあそうそう、ね、花子ちゃんはね、2人ほども、ね、4人中2人はハードロック大好き。花子ちゃんは70年代ハードロックとか結構趣味があったりしてね。さすが、やっぱさすが114歳、どの時代の音楽も網羅してるっていう感じでね、うん、今だったら水木さんアイドルで今の時代だったら、デビューしてたらね。そうね、浅香優に似てるってよく言われるのよ。あ、確かに。そう、若い頃ね、たまに六本木とか赤坂とか歩いてると、うん、すみません、浅香さんですよねって言われちゃうんですよ、服装とか髪型によってはね。そういう時ってどうするんですか。いや、そういう時、違いますって、日によります。ちょっといたずらしてやろうかなっていう時は、はい、すいません、今ちょっと急いでるんでとかって、本当にね、そうやっちゃったり。でも大体は、はい、正直に話しますよ、まあ、それただのそっくりさんですって言うようにはしてるんですが、うん、ただ実際に浅香唯さんとかそのお仕事をしている芸能人の方と私が会っても、はい、やっぱ似てるって言うんですよ、うん、特にね、なんかメイクはあまり濃くしない時が似てるっていうんで、あ、じゃあ、うん、今よりも自然体でいる時にはもっと浅香さんも あんまりね、普段はメイクしないでいろいろしてて、うんうん、その時の顔も似てるっていうんで、はい、まあやっぱりもともと似てんのかなっていう感じはするんですけど、あんまりそういうとなんかね、はい、浅香優里さんをネタにしてっていうみたいに、ね、はい、なっちゃって、やめましょう、やめましょう、はい、ね、
まあ、今年は神社ぜひね、似てないよって似てないよって言ってるよ。ほらほらほら、ね、コメントがいろいろね、怖いね、まあ、ねニコラマ似てないよって厳しいコメントね、はい、すみません、まあね、今のアイドルはこういうのと戦っていかなきゃいけないからね、ですよ、人生戦いですよ、頑張ってね。ツイッターとか見ててもね、なんか指原莉乃さんとか毎日オタクと喧嘩してるなと思って、そう大変だよ ね、本当に大変で、あれですかね、でも例えば街中で、まあ、浅香唯さんのそっくりさんとして声をかけられることはあるけど、はいはい、例えば水木ノアさんですよねっていうのを使ってあったり、あ、それはね、ぼちぼちね、特に東北地方の方が多いですけど、やっぱ東北の有名人なんですね、はい、東京よりもね、はい、まだ東北なんです。なるほど、はい、アイドルの子だって多分もう完全に後ろ向いてますね、勝手に自由にさせておきましょうね。東北とか行かれたことある方ってこんな、はい、あ、コニーさんちょっと私仙台でライブしたことありますけど、はい、本当に、はい、仙台のどちらに行ったの？仙台の、うん、仙台ですね。仙台ね、どっかのライブハウスね。仙台ゼップ仙台さんもなくなってしまったんですけど、はい、そこで初めてライブしました。そうですか、はい、どうでした宮城は。宮城すごい良くて、ずんだ餅、はい、大好き、ずんだ餅ね、美味しいね、ハマってしまって、うん、牛タンも有名なんですけど、そうですね、私が食べられないんですけど、うん、みんなスタッフさんは牛タン行ってました、そう、はい、仙台もいいとこですよ、森の都って言ってね、はい、素敵なとこでしたね、素敵なとこ、うん、東京からもさらに遠いですけどね、さ、東京から福島を越えてさらにね、そうですね、向こうですから、北ですからね、うん、コニーちゃんあれですよね、食べるの大好き、はい、そうなんですよ、食べるの大丈夫ですか、すごいね、僕のコニーちゃんの思い出で一番覚えてるのはとにかく食べるのが大好きっていう、はい、食べドルです。あ、食べドルだったんですか。食べドルってのはどういった。ずっと食べて週4バイキング行ってます。そんなアイドル聞いたことが太らない太ってます。いや、太ってはないですよね、全然太いのが売りなんですけど、はい、じゃあ太いって言われても悪口ではない。みんなにいつも足が太い、大根とか山芋の腕とか言われ、楽屋でいじめられてます。アイドルに、アイドルの人みんな細いんですよ。まあ普通の人より細いですからね、はい、アイドルはね、はい、チェックされてる、チェックしてますよ、花子ちゃんが。太くないそうです。よかったよかった、初めて言われました、初めて言われたんです前もコニーさんと別の番組一緒にやってた時にですね、打ち上げでケーキがあったんですけれど、はい、誰よりもたくさん、もう男性出演者とかスタッフさんもいたんですけれど誰よりもコニーさんがどんどん食べながら、うん、私痩せなくちゃなっていうケーキを食べながら言われてた思い出がとっても残っていて、はい、でもとっても可愛らしいですよね、うん、でもあれですよね、その僕最近の女性ってね、みんな太ってるとか言って、うん、男からしたら痩せすぎだよみたいな人が多いから、うん、健康的に食べるのを、ね、売りにするとかっていうのは全然ありだと思うんですけれど、うん、どうですか皆さんの。何ですか、食べますか。あ、でもリランナンさんもすごい食べるの大好きで、そうなんだ、一緒にバイキング何回か行ったことある。あ、やっぱりそういう仲間だったんですね。いや、前はなんかリナンナンさんとね、一緒にデニーズに行ったことがあったんですよ。そしたらデニーズでこんなに感動する人初めて見たっていうぐらい目を輝かせてね。どうしました。ね、リナーナたちずっと映ってないから、うっさって思ってね。なるほど、さっきからもずっとおいカメラ怒りながらしてたんですよ、はい、みんな映ってないんじゃない。いや、もうそうなんですよ、おかしいでしょ、はい、それなのにそこに いてないこと自体にさっきからも怒りながらしても全く人の話が聞こえなかったり。なるほど、なるほど、ね、第2部ではカメラをちゃんと変えさせましょう。ちゃんと変えさせて、はい、てか全員映ってたらいいんですよ。そうですね、はい、そういう怒りなんなんだぞ、怒りなんなんですよ。これだと全員映ってるかな。はい、ちょっと全員は映ってない。全員また映ってなくなったね。なるほど、うん、っていう、はい、リナンナも大好きなんですけど、食べるの、はいはい、ね、かぼちゃのプリンがバイキングとかで会った時にすごい食べ過ぎて、うん、お腹がもうパンパンキュルリンになっちゃいましたね。パンパンキュルリン、はい、あんまうまくないですよね、パンパンキュルリンって。はい、さっきのことでも衝撃的で、ね、あ、なるほどね、もうダメです、頭がキュルキュルになっちゃいました。頭がキュル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 になってしまいますね。すいません、ちょっと意味がよくキュルキュルリンってのはどういう、キュルキュル、もう頭がキュルキュルしてるんですよ、はい、そう、分かる人、お客さんいますか。頭がキュルキュルしてるって状態分かる人手を挙げて教えていただ、あ、いますよ。あ、本当に
どんな、もしよろしければ前の方に、あ、それはダメですか、説明を。あ、そう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 、すごい当たってるんですか。そう、深い、あの、キュルキュルっていう状態は何とも言えない不快感のことを言うそうですよ、皆さん。不快感を表す表現、すげえな、キュルドール村から来た人なんじゃないですか。違う、そうそうそう、あ、いいね、すごい、理解者がいましたよ、すごい、同性だからかな、はい、あ、同性の方たくさんいますけれどもね。じゃあこの辺で、あの、せっかく水木さんに来ていただいたので、はい、皆さんやっぱアイドルをされているので、はい、やっぱり、歌唱力とか、まあ、滑舌とか、はい、そういうものがやっぱり必要な職業だと思うんですよ。確かに、若干1名喋らない方もいるんですけれど、全く、ね、喋らないだろう方もいるんですけれど、基本的にやっぱアイドルの方はね、喋りたいし、はい、歌も歌いたいと思うんで、はい、なんか歌が上手くなるような、うん、いい方法とかって何かないですかね、滑舌が。そうですね、やっぱり皆さんどういう風に歌ってるかわからないんだけど、まあ普通に真面目な話をしちゃえば、腹式呼吸が歌手であればね、うん、はい、腹式呼吸で歌を歌うっていうのが、まあ基本になってくるんだけど、はい、皆さんは自分でどこから息をこう吐いて、でどこまで吸ってるっていう感覚を持って歌ってるのかな。ここのお腹の上ですかね、お腹の横隔膜、うん、ね、皆さんある程度ね習ってきてる方だから、うん、合ってるんですか。あ、合ってますよ。合ってる、うん、でね、あ、はいはい、リナーマンはこの 下っ腹とあとこの背中の部分のとこまでちゃんと息が入りますか。入ります、うん、じゃあ訓練してる人だね。そうですか。すごく訓練を積んでくると、うん、肺から横隔膜だけじゃなくて背中の方まで空気がブーッとこうね、全体にこう入って、で筒みたいにこの空気で包まれるような感覚になるんですね、はい、でそうすると声量も大きくなるし、でそれでね、最近の人ってまあ最近だんだんとっていうこともあるんだけど、息が浅くなってきてるんですよ、みんなね。で、それが、まあ、昔に比べて今の方が息が浅いっていうことの確実なる証明っていうのはちょっとできないんだけど、はい、ただ最近の、歌を歌っている人たちの、あとカラオケとかも全部含めて、はい、歌を歌っている人たちの大体の歌い方をこう聞くと、息をあんまり 吸わないで出しちゃってる、うん、吸わないうちにバーッ出しちゃってて、途中で息が切れるとかね、はい、で喋ってる時もそうだし、歌ってる時もそうだし、できる限り息を深く吸って、そしてそのワンフレーズを言えるこの長さをこう長めにワンブレスでずっとこう話していくような、うん、感じにしていくと、呼吸を一回一回こう吸う回数を減らしていくと慌ただしくない感じにね、歌もなってくるので、うん、ちょっと呼吸やってみましょうか。じゃあね、呼吸をやりたい、はい、じゃあ皆さんもちょっと一緒にねやってみたらいいかなと思うんです。すごく体がすっきりするので、やってる方もいると思うんですけど、健康にもいいんですね。健康にもいいです。で、まず鼻から吸っていただいて、胸をこうするのではなくて、この横隔膜ね、腹式呼吸大体の方できると思うんですけども、鼻から吸ったらスーッと中まで入れて、ここのその横隔膜のところまで入れます。で大体皆さん、あ、いっぱい入ったなって思った時に、あ、今ちょっと息止めなくていいですよ今止めながら聞いてた人いたからね。でいっぱい入ったなってなった時に、そこでやめないでもう一呼吸入れるんです。そうするとうって広がるんです。いつもはやらないぐらいだけど入るはずなんです。皆さん普段あんまり呼吸を息を入れていないので、あんまり動いてないんですけど、これでいっぱいだなって思ってから、さらにもう一回一吸いするとそれがかなり開くんですね。そうすると体の中で変化が始まって、広がって息もたくさん、もっと、いわゆる肺活量っていうのかな、肺活量が大きくなります。じゃあやってみましょう。はい、じゃあもう本当にいつものように深呼吸のつもりで、で、腹式呼吸の深呼吸ですね。鼻から吸います。もう一回吸います。止めます。1、2、3、口から吐く。ね、で吐き切るときに、その時もまたワン
ワンモアタイム、吐き切ったなって思った時に、今度吸った時と同じようにもう一回吐く息がちょっと残ってるはずなんです。それも全部吐き切るっていうようなことをやるとかなり循環が良くなるんですね。これをまあ5回から10回ぐらい繰り返して、深い呼吸を繰り返すと、それが声にも現れてくるので、特にシンガーはいろんな、こういうふうな、いろんな現場があるでしょ、うん、発声練習が本番前にできないっていう現場もたくさん私たち経験しますよね、うん、でその時に声が出せなかったって言って心配しないで、あの今のような息をで、で多少ストレッチをしながら血液の循環を良くしてからステージに出ればある程度は出ますから、あまり心配しないでね、いろんな現場ありますから、うんうん、この呼吸が一番、まずはやっぱり誰でも歌を歌ってる時、話をしてる時に息を吸いながら喋る、声を出すということはまずありえない。そうです ね、はい、まず息を吐いているっていう、これが基本ですよね。ということは、歌、声を一生懸命頑張るっていうことの前に、土台となる息の出し方がどうなっているかっていうところがより重要であったりする。声はもうみんな個性的で、はい、みんなそれぞれですから、声の質がどうのこうのっていう話ではないですよね。でも出す時の土台となるものが、まあ、ちゃんとできてればいいかなという。なのでちょっと呼吸の話をしました。あ、なるほど、ありがとうございます。長くなっちゃってすみません。時間大丈夫なの？急に NHK 教育のようなためになる話が聞けたので非常に良かったんですけど、はいはい、なんかその滑舌とかを良くするのに、例えば早口言葉みたいなこととか、うん、私はあのよく聞くんですけど、私家業が苦手なので、隣の客、はい、隣の客はよく隣の客はよく客、まあでも難しいですね、みんな言えないなるほど、うん、あの自分にとって苦手な音ってあるでしょ、はい、苦手な行とか列、はい、うん、で皆さん違うと思うの。なるほど、うん、花子さん苦手な行は、お歯が苦手だそうですね。歯皮膚兵法タね、タが苦手なんですね。タが苦手。タ行をよく使った早口言葉、誰か思い起こす人いますか？タ。この竹垣に竹立てかけた。本当だ、これだよ、これだよ。さすが羨ましいわ、やっぱ頭の回転が。この竹垣に竹立てかけたかったのは、この竹垣に竹立てかけたかったから竹が竹立てあ竹立てかけたかったのだ。お、よく素晴らしい。今言えてないでしょ。いや、思いついただけなんです。でも覚えてることがもう、うんうん、あの口の形も体の作りも息のその肺活量もみんなそれぞれ、体100人十色70億人で同じ体の人は一人もいないですよね、うん、だからみんなに同じレッスンを施しても、あの効果は必ずしも出るとは言えないっていうのが私の考えで、その人それぞれに合ったレッスンっていうのがやっぱり絶対あると思うのね、はい、なので早口言葉に関しても、はい、皆さん一斉に同じことをやるのではなくて、自分にとって苦手な行と逆にものすごく綺麗に言える発音の部分っていうのもその人によっていろいろあるわけです、はい、なので、あのできるところ一生懸命やっても時間の無駄ですから、そうですよ、ね、苦手なところを探して、であとはその聞いている人にあの聞いてもらって、どの発音が聞き取りづらいか、あ、うん、っていうこと、意外と自分はね本当に気づかないものなの、ね、自分のトークの癖とか、確かにね、うん、本当にわからないんですよ。だから聞いてもらったり、あと自分で録音して、あのとにかく自分の録音した声を、うん、まあ、よく聞くことですよね。よく自分の声とか自分の出てるもの見るの嫌だとか聞くの嫌だっていう人いますよね、はい、ね、うん、でもうそれもそれ人それぞれ、ただあの歌詞に関してはやっぱり自分の声は何度も聞いた方がいいと思います、うんうん、ね、はい。イナナンさん苦手な行はハヒフヘホですか。ハヒフヘホが含まれる。確かにあまりこう全部一緒になってればね、ハヒフヘホになってるよね。息がなんか抜けちゃいます。あ、抜けてしっかりとしたハっていうのが言えない。これハ行は特に腹式呼吸は関係があるので、うん、やっぱり腹式呼吸をちゃんとねできるようになってくれば、まあ、ハ行とあと口の開け方もねあるとは思うんだけれども、うん、でもリナンナンちゃんさっき楽屋で、あの隅っこで壁向いて歌練習してたんだよね、うん、なんか意外と見かけによらず低音でちょっとしっかりしたね声質を持ってる方だなって思いました、うん、売れ切れりー売れ切れりーなの
リアナさん歌うと結構びっくりされる方本当多いんですよね。このキャラでこの歌っていうの ね, ね、なのでぜひ皆さんね、楽しみにしててくださいね。番組終わった後ライブもあるの で, でちょっとね、ニコ生で見てる方ちょっとライブは見れないんですよ。なんでライブが見たい方はもう直接お台場に来ていただくということになっているので、本当だ、今からでも間に合います。お台場来てく ね, ね、なのでぜひ無料なのでね、はい、リナナさんの華麗な歌声を聞きたい方はね、ぜひお台場まで今から来れば全然間に合うのでね、はい、30分後ぐらいかな、はい、30分後でもライブがですね、皆さんのライブはそうですね、この番組終わったらすぐです。だからもうライブ自体は多分あと10分後ぐらいにはもう、あと10分後ぐらいには始まっちゃう、でも2部があるんで、この番組見てた方第2部に間に合いますので、そうですね、はい、じゃあここでせっかくなので、せっかく水木さんに来ていただいたので、水木さんね、いろいろ教えていただいたんで、果たしてどのくらいの腕前なんだろうかっていうのを披露してもらっても、ハードル上がりましたねこれやばいね、あんなにね、これはひどいよね、あんなにいろいろ教えていただいた先生がどれほどの歌を歌っていただけるのがやっぱ気になるんで、じゃあ歌わせていただきます。このような歌い始めっていうのは結構初めてですよ。何十年もやってて、ひどい MC です、ね、ひどいとか言っちゃった、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、じゃあ一曲だけ、はいはい、歌わせていただきます、はい、カバー曲で、私皆さんもいるのかな、シンガーソングライターで、私も自分のオリジナルを作って歌ってるんですけれども、あ、このお立ち台に上がるの、そうですね、何、そしてちょっと恥ずかしいね、これカメラはちゃんとお立ち台を向けるようにカメラも動かすときですね、はい、そうですね、いいですか、場所的にこれ移動しなくていいんですか、ここでここで OK、 歌うステージはここで合っていると、なんか場所的に中途半端な気がしませんかね。でもちょうど映ってます、ちょうど映ってます、そうなんだ、すいません、ニコ生で見てる方ちょっと第2回はカメラワークも慣れてくると思うんでね、そうですか、じゃあこういう、はい、この丸いところに入って、はい、歌います。今日はですね、カバー曲を歌います。先ほどの話の中で、途中から洋楽に走ってしまったので、アイドルになりそびれたっていう話をしましたけれども、私が大好きな、ザ・ローズっていう曲があります。確か日本では都はるみさんが日本語に訳したものを歌ってるんですよ。でもう一つ、嫁1ヶ月の花嫁、はい、うん、の中で挿入歌になってるはずですね。あ、そうなんですね、はい、でたくさんの方が、大黒摩季さんとかもそうだし、たくさんの、シンガーがカバーしてる曲です。ザ・ローズ、英語で歌います、聴いてください。よろしくお願いいたします。Some say love.